レナチとリナプッチのピチピチつながり TV ピチピチ。キレハにあるロボット焼きができる炙り屋さんにやってきました。早速食べていこうと思います。こちら厚岸を一望しながらロバタ焼きができます。あそこでアサリをさらにしてるんですか。その皮に山からの栄養分をつけまして感染予防対策もバッチし、驚き、1時間に62回も空気を全部入れ替えてるんです。釧路でやはり厚岸はですね、今秋には生の厚岸や釧路、北海道で獲れたお魚やお肉やお野菜たちがたくさんいます。私個人的には雪解けから7月前半くらいがこの時期が一番。
して掴むから、君のこと強く守るから、ほら何度も何度も開くから、口づけすればほら溢れ出す You Dream。一回そのスイッチが入ったみたい、もう手に負えない状態、この際いっそ柿になりたい、本当かい、二言はないかい、このままあっけしっちゃうかいね、斎藤さん嫁より好きかい、開こうあんたの誕生、それなら生まれも育ちもあっけしの弁天かきとかけえもんに、そこにジャパニーズウイスキー、あっけしのウイスキー、殻付きの生かきにウイスキー、伝統的製法はスコットランウイスキー、ラバーのクラフトマンたちが目指したあっけし風味、この空気ネット糸自然の恵み、どうしようもないくらい柿が食いたい、柿が食いたい、アケッショープリーズ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 。初の生ガキ、すっごく美味しかったです。味を占めてしまいました。撮影に温かくご協力してくださり本当にありがとうございました。私は皆様をきっかけにあっけしが好きになりました。また来ます。はい、ということでコンキリエさんのレピチの牡蠣めっちゃ美味しそうだった。私はですね、小さい時にねコンキリエさんに行って、その牡蠣のそのパチパチ跳ねる、このね最初こう閉じてやるとこうパチッとこうね開いた時にこう跳ねるんですよ。でちょうどこう説明ありましたけれどもね、アイドルのお顔に跳ねたら大変っておっしゃってましたけれどもね、いやまさにその跳ねちゃったのを体験したせいで、私はその牡蠣が怖いっていうね、ちっちゃい時ねちょっとそのトラウマになってしまいましてですね、なのでそこから牡蠣を食べるのが怖いというね印象がついたままですね、2019年の12月にね完熟プラントさんのイベントで牡蠣小屋イベントをやって、そこからようやっとですね牡蠣の美味しさを、あ違うな、あじゃあな、千之助さんに行った時だな、千之助さんに行って牡蠣のガンガン焼きを食べに行ったあの時からですね牡蠣の美味しさを知ってですね、そこから牡蠣が食べれるようになったんですけども、もうねコンキリエさんのあの牡蠣めっちゃでかかったですね、もう縁いっぱいに入ってて、もうめっちゃ美味しそうです。レピチがあまりにも美味しそうに食べるので、もうね本当に美味しいんだなっていうのが伝わってきましたね。皆さんオイスターくんに会いたいですね。オイスターくんとね写真撮りたいなって思いました。皆さんもねぜひあっけし食べに行きましょう。